ヨタくんが一番前にいるけどいないのはなんでだろう。ということで皆さん前にね、少し前に行きたいと思います。はい、続いて、はい、はい、では続いてのゲストはですね、はい、ゲスト、はい、ゲストは小安ゆきさんです。はい、よろしくお願いいたします。それでは僕は去ります。See you next time。 はい、言って。はい、そんなわけでですね、私これ、何色、あの特に色はないんですけども、じゃあ可愛い感じでお願いいたします。なんでそう疑問系、あの、じゃあ緑ね、緑ね、あ、じゃあ緑にしようか、今日黒、白にしようか。あ、でもあのクマさんとのコラボが先にネタバレしてる際はあるんで、じゃあピンクと青とか、ピンクと青とかにしました。はい、じゃあもう好きな色でどうぞ。それでいい会話すべて。それでですね、私ですね、あの2年目が始まったんです。つけろ、2年目が始まったんですけれども、前回ですね、アイドルライブの方にちょっと参戦していたので、今回前座でちょっと前座で参戦してたんですけど、はい、前座から鳥の方にね来たんですけども、どんな会場だっていうか。で、あの声優の方では今回2年目初ということで、私ですね、1年間ですね、お誕生日を、皆さんのお誕生日をお祝いしていくということなので、今回もですね、まず1曲目にですね、お誕生日をお祝いしたいなと思うんですけども、本日お誕生日の人がいますか？さすがにいないか。ではですね、この1週間前後、2月1週間前後お誕生日の方、どうぞ手を挙げて。あ、1人いましたね、ありがとうございます。他はいます？ちなみに2月お誕生日の方、あ、後ろ、え、いる？いない？あれ？あれ？違うね、あれ違う、確か今ちょっと冷静に思い出す、あの人ちょっと私と1日誕生日違いだ。はい、1月2人いないとおかしいよ。2月2人います？いない？いない？じゃあ1月とかいる？1月はほら、俺の甥っ子。え？俺の甥っ子。1月。はい。じゃあ2人いたので、俺のなんて言ってるの？あ、ごめんなさい、あとで。はい、お二人に、お伺いしたいんですが、じゃあ一応お名前と、お誕生日教えていただいていいですか？ステラです。はい。1月28日。おお、まあ近いですよね。1月28日。はい、どうぞ。ナゴです。はい。ナゴ様。はい。ナゴ様。ナゴ様。ナゴ様。2月17日ということで、2日前。はい。ではですね、これは、私だけがお祝いするんじゃないです。この会場にいる人みんなでこのお二人をお祝いしようと思うので、はい、両手を前に。今日私スタンドがないので皆さんの拍手にかかってます。ご協力お願いいたします。それでは、ここの会場みんなでお二人をお祝いしたいと思います。カスタネットはあるんだけど使えない。あ、じゃあ使ってみましょう。プレゼントしたいと思います。どうぞ。はい、ありがとうございます。お誕生日の人にね、あげるので、ぜひですね、ちょっと待って
盛り上がってるわ。皆さんもですね、お誕生日の月に来ていただければと思います。プラスですね、ちょっとここで簡単に宣伝をさせてしまういただきたいんですが、ごめんなさい。私ですね、来月ライブの方が3月21日に、予定しておりますので、ぜひ、お時間のある方は遊びに来てください。あとですね、なんとですね、ちょっとフラココ詳しい方はわかると思うんですけれども、ちょっと今月のみとなるかもしれないんですが、ニコ生のしゃべりの4時間 TV の方に今回出演させていただくことになりまして、お時間のある方はぜひニコ生でも現場でもいいので見に来ていただければと思います。はい、それでですね、なんかさっきから MC で遅れたバレンタインみたいなことを言ってたんですけれども、ちょっと私もですね、遅れたバレンタインということでですね、恋愛の曲をここから流れていこうかなと思っておりますので、まだまださっきちょっとちょいとバラしたこととかも後々待ってますので、ぜひですね、この後も長々とちょっと続きますのでお付き合いください。そんなわけですね、じゃあ恋愛の歌何歌おうって悩んでたんですよ。そしたら某相方がこれを歌えと言った曲があるので、ちょっといやいや歌いたいと思います。そんなわけで歌いたいの、はい、半分いやいやです。いきます。それでは歌います。くまさんで物語。
ってなんかそのモノマネが何だっけ歌合戦みたいな感じですごい嫌な感じなんですけど、なんか開けてるしね。はい、そんなわけで次の出演者はくまさんです。どうぞ。はい、というわけで本人登場でーす。というわけで、いや本人の歌が流れるからね。ちょっと待って待って待って、ちょっとセットに違って、ちょっと本郷さん止めてもらっていいですか。いやいやいや、なんか難しいね、一回歌ったから俺が本郷を歌って。いやいや、なんか私前座みたいになってる。そうだよ、前座だよ。ちょっと待って、叫んだよお前。いやいや、だから俺の曲なんで。ちょっと待って待って待って、ちょっと待って、おかしいよね、絶対おかしいよ。まあ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 、お願いします。はい、グルー送り。本郷止めろー。なんと、はい、よろしいよろしい。じゃあ、いつもよりはしゃいでる君を見つめ聞いてみた。もしも明日世界がなくなったらどうする。君は何も言わずに僕の腕をぎゅっとしたね。唇が近すぎてドキドキ止まらない。じゃあみんなで行くからね。はい、よ。どんな君もどんな時も受け止めるから、もしも心が傷ついて涙こぼれる時は世界中を敵にしても君を守るよ。全然聞いてねえな。まあいいや、まあいい。これみんなで送ってるんで、ああいうのね。はい、みんなで聞いてくださいね。聞いてください、みんなで。それ浮気だな。いつもの別れ道で何もできない分かってる。ほっぺた膨らませて手を離してもう行くね。唇に近づいてドキドキ止まらない。こんな僕も君がいれば強くなれるよ。恋は不思議な魔法だね。何も怖くないから、世界中を敵にしても話はしない。
なんかね、なんかもらってるよ。俺より目立ってんのおかしくない？まあ、いいでしょ、いいでしょ、いいでしょ。ありがとうございます。まあ、まあでもね、いやいやいや浮気とかじゃないから、いや僕はみんな平等に愛してるわけなんで基本的には同じ。あ、まあまあでも言うても、言うてもですよ、まあ、言うても、まああなたがナンバーワンですから。というわけでマッキーのウィークね、ナンバーワン歌いたいと思います。イエーイ、ありがとう。ワンツーフォー、ワンツースリー、ワンツースリーフォー。まあ、オンリーワンなんですよね。みんな声だ。まあ、オンリーワンですよ、みんなから、オンリーワン。聞いててね。お互いのことをもう探るのはやめよう。もうわかっている、君は僕が好きで、僕は君が好き。幸せにするといつでも思ってはいるけど、どんな風にすればいいか、この遠くにもわからない。そんなもの二人で歩いてみよう。一人ぼっちだった自分をお互い忘れずにいれば、きっと「もうこんな僕でいいからなんて思わない」「世界で一番素敵な恋をしよう」「と言い合える、それが僕らの目標」子供の頃の写真を君に見せた時、当たり前だけど自分がいないから悔しいと言いたね。夕暮れ僕の街にはチョコレート工場の匂いがする。いつかおいで、あの川原に自転車で連れて行くよ。君は気づいていない、喋り方少しずつだけど、僕に似てることも答えてしまいたい。君を素敵な恋をしようよ。もうこんな僕でいいかって思わない。世界で一番素敵な恋をしようよ。とりあえずそれが僕らの目標。あれ、あっちで指どこ行った？まあいいか。ありがとうございます。
あ、浮気された。ユキ、ユキどこ行ったの？え、相方どっか行っちゃった。浮気されたって失礼だから。浮気されたって失礼だから。え、お前だよ、浮気しすぎなの。あ、マイク間違え、 あいつマイク間違えた。違う違う、お水を取ってきたね。お水を取ってきたんだけど、お水飲むタイミングもねえよ。はい、あ、飲む。あ、じゃあ一回飲むね。一回飲みますか。はい、ラジオもね。車もね。飲んでる姿もクマさん。そんなわざ。新しいね、いいな、それ嬉しい。飲んでるクマさんも。クマさん、これ蜂蜜だからね。よっしゃ、はい、蜂蜜飲まなきゃ。蜂蜜飲まなきゃ。飲まなきゃ。まさか。切迫の月、いなくなったあの頃、改めて気がついたんだ。夏の夜、放かれた二人の抜け殻。
いなくなって初めて幸せの意味を知った。目立って出てきた人が一人いますね。びっくりですね。はい、皆さんどうぞ。いいね、はい、はい、どうぞ。というわけで、はい、本日のお礼を、本当にね、はい、まずですね、本日の方をご覧ください。本日のお礼をします。
はい、ご来場ありがとうございました。まずですね、フラココのアニメ声優企画の方では、はい、今日のフラコマ出演者はもちろん他にも声優の卵がたくさんおりまして、はい、月に何回かライブを行っておりますので、ぜひですね、今回気になったというものもありますし、ツイッターやホームページでも確認をしていただければと思います。そして応援をどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それではですね、ここで一度まあ、ちょっとアイドルもいるんですけども声優チームということですね、毎回私の時はやらせていただいている地声で挨拶というのをやりたいなと思うんですけども、はい、まあ、本日最後まで残っていただいた皆様にありがとうございましたと全員でお礼を言いたいと思います。はい、それでは私せーのと言いましたら全員でありがとうございましたという形をやりたいと思います。いいですか。はい、せーの、ありがとう。こちらが撮らせていただきます。こっちからこっち撮るからね。私ちょっと目線がどっち。ダメだダメだ。やばいやばい、なんかある、なんかある、時間がやばい。はい、撮る。こんなんかあるぞ、なんかあるぞ。はい、じゃあ、ですね、物販の時間もあんまりない。あ、ないのか。22時、今25分ぐらい。もうちょっとね、10分ぐらいね。はい、そんなわけでですね、まあ、とりあえず写真は撮る。